はい、どうも。というわけで今回はテイルズオブリンク、パイレーツガチャ、リベンジと言いますか、なんと言いますか、やってみようと思いますけども、今回はですね、タクヤさんの画面を使いまして、タクヤさんのアンドロイドで、こちらガチャ引いてみたいと思います。その名も10連ですよ、10連。皆さん10連、ほんね、10連ちょっともうドキドキが止まんないよ。ほんと嬉しい。予想的には、うん、どっちかっていうと、うん、ルークとかシェリアが当たったら俺は嬉しい。星6に覚醒できるから。俺はルークは知ってるから当たってほしい。さあ、それでは引きますか。引きますか。いやー、これもうなんか我が物のようになんかもう祈ってるけどさ、だってフレンド的にはこれ弾いてくれたら嬉しいんだもん。行きますか。はい、はい、まず一発目、まあ、これしょうがない。青は星3だから必ず。あ、そうだね、うん。黄色が4か5なの。黄色出た時は、うん、ちょっとね、お弟ポチッと。はい、2発目。まあ、ほとんどがね、ニューだからね、もう始めたてだから。お疲れ様。うん。知らない、知らない。お、わー。あのね、星5はね、あの、後ろのあの、赤マークでしょ？赤マークにさらに黄色にね、なんか、オーラがね、包まれてんのよ。おー、見てみたい。だそれが星5なの。それ出た時がほんと嬉しいのよ。今3発目。4。おっと、新作、新、新しいやつ。新しい仲間だね。直してあげるね。いやー、新しい子出た。星4の新しい子。これはこれでいいな、ある意味。最初のローニングでなんか出てたやつじゃない？うん、の、別の絵。で、しかも新しく強くなったやつ。うん。いや、次行ってみようか。4で。5。あ、ロイドくん。あ、俺的には嬉しい。シンフォニアのロイドくん。吹っ飛べ。吹っ飛ぶ。じゃあ吹っ飛んでいきますか。はい。6発目。あーちぇ。ルディアント埋葬時ではお世話になった人だね。あー、わかったわかった。ね。じゃあ続いて。はい、6で。7。わー、エリーゼ。最近やりたてだから覚えてるよね。いや、怖いね。あと3発。あー、星3のプレスヤ。新しい仲間だね。どいてください。よかった。すいません、どけられないです。本当ね、このまま引いちゃいます。はい、あと1発。なかなか当たんないんだね。当たんない当たんない。当たんない当たんない。そんな簡単に当たったら俺も泣くぞんと思って。いきます。はいはい、残念。かぶったかぶった。あー、どうしてかぶったか。だがまだ単発3発ある。3発初回は必ずね、星4以上だから。見よう。まあ、最初は必ず黄色だから。たんこい。マジで。おお。マジで。イエー。当たった。単発の奇跡。なんだろう。単発の方がいいの。モンストもそうじゃん。うん、怖い。当てよった。ね、ほら、オーラが包まれてるでしょ。マジか。当たりよった。当てよった。しかも俺が2番目に欲しいやつは当てよった。あ、拾いますよね。ノア引いてた。モンストで。いやー。あとまだ2発残ってんだよ。でもまだ2発。なんかもう当たったからもう、うん、
しそうになっちゃうよね。いや一応引く、うん、青出たらハズレで、黄色出たら希望が出てきますね。いや黄色出ることを願って。本当です。いきます。だっおっとああオリジナル、オリジナル、ね、全然知らないやつ、うん、テイルズ・オブ・リンクオリジナルのキャラクター。じゃあラスト引いちゃいますか。引いちゃいます。黄色であること、まず黄色で、うん、まず黄色だ。イエス。あーやっぱり期待をそぐようにやっぱり来る。そしてアスベルランと守れなかった。俺今来た。でも一つ言っていい？いやーそっかそっか、ライラさん引きましたか？引けちゃいました、ね、やりましたねお兄さん。というわけでまた次回お会いしましょう。